ダブリン工科大学はダブリン七区グランジゴーマンに本部を置くアイルランドの国立大学である。2019年に設置された大学の略称はタット、またはオットバック。2019年1月1日に設置されたアイルランド初の工科大学であり、先行するダブリン技術学院、タラ技術学院、ブランチャーズタウン技術学院の3校を合併し、機能と運営を引き継いでいる。 学生数は28,500人であり、ユニバーシティカレッジダブリンに次ぐアイルランド最大の大学となっている。アイルランドで8校目、ダブリン県では、ダブリン大学トリニティカレッジ、ユニバーシティカレッジダブリン、ダブリン式大学に続く4校目の大学である。ダブリン工科大学の歴史は、アイルランドで最初の技術教育機関である。 ダブリン市技術学校が設立された1887年まで遡る。ダブリン工科大学は、ソフィア工科大学、キプロス工科大学、ダルムシュタット応用科学大学、リガ工科大学、カルタヘナ工科大学、トロワ工科大学、クルージュナポカ工科大学とともに、ヨーロッパ工科大学の加盟大学である、U。を通じ、ヨーロッパ諸国の学生、教員、 各キャンパスが設置されている地域の持続可能な未来を築くことに取り組んでいる。大学評価の世界的指標の一つである、クアクアレリー・シモンズによる、QS 世界大学ランキング2021では、世界第801から1000位台等で、国内第8位であり、工学部門では、世界第351から400位台等である。過去最高は、 ダブリン技術学院時代の2010年の世界第395位。また、タイムズハイヤーエデュケーションのザ世界大学ランキング2021では、世界第801から1000位台等、国内第9位である。中央出願局は、ダブリン工科大学に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。 学士課程への入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すようダブリン工科大学が指示している。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。医学系や芸術系など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要もある。カオはアイルランドの国家統一高校卒業試験の リービングサーティフィケートの結果に応じて合否を決める。イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。短期コース、技能実習コース、大学院への入学は ダブリン工科大学が直接担当する。ダブリン工科大学の前身であるダブリン市技術学校は1887年にアーノルド・フェリックス・グレーブスによって設立された。その後、以下のカレッジが設立された。2014年にダブリン技術学院、タラ技術学院、及びブランチャーズタウン技術学院が共同で統合し、大学としての認可を アイルランド政府に申請した。当時、技術学院法の下アイルランドには技術学院が14校あったが、政治的な欲求により、デリフト工科大学のような工科大学と呼ばれる、より高度な高等教育機関を形成する公案を出した。3つの技術学院によって提案された買い付けは、最終的に2014年に合体し、ダブリン工科大学同盟の下で、 工科大学としての指定を求めることになった。マイケル D ・ヒギンズ大統領による2018年の工科大学法の法制化署名を受け、2018年4月に最終申請が行われた。ダブリン工科大学の設立は2018年7月に承認され、2019年1月1日に正式に設立された。2019年4月、 ケビンス通りキャンパスを1億4000万ユーロで、ヨーク資本とウェストリッチ不動産に売却した。2020年3月、アウンジャー通りキャンパスを売り出した。2020年度現在、ダブリン工科大学は、全身の技術学院のキャンパスを使用しており、以下の3つの主要キャンパスで構成されている。全身のダブリン技術学院のケビン通り、キャンパス、キャサルブルガ通りキャンパス、 ラスマインズキャンパスは2020年にグランジゴーマンキャンパスへ移転された。また、ブランチャーズダウンキャンパス、タラキャンパスの拡張開発も計画されている。グランジゴーマンキャンパスには研究施設であるグリーンウェイハブがある。2019年の3つの技術学院の統合により、ダブリン技術学院学長、ブライアン・ノートン、タラ技術学院学長、トーマス・ストーン、 ブランチャーズタウン技術学院学長ダルミード・オキャラハンに代わり、デビッド・フィッツ・パトリックがダブリン工科大学の学長に就いた。同志はユニバーシティ・カレッジ・ダブリンの工学・建築学部長であった。ダブリン工科大学運営組織の秘書はデニス・マーフィーである。ダブリン工科大学はダブリン技術学院、タラ技術学院、ブランチャーズタウン技術学院が合併された大学のため、 学部学科はそれぞれ保持された。2020年現在の学部学科は以下の通り。入学試験中央出願局はダブリン工科大学に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。学士課程への入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すようダブリン工科大学が指示している。 大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、英語、またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、数学の高レベル試験で40%を超えると、総合点数に25点加算される。また、個々の学部、 コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系の学部は通常一つ以上の科学科目で特定の点数以上が必要となる。アイルランドの国家卒業統一試験のリービングサーティフィケートの科目試験には高レベル、普通レベルがあり入学条件にレベルを指定する場合もある。また、試験の総合点数で学部、 コースに必要な総合点数を達成する必要もある。例えば2019年のグランジゴーマンの建築環境工学部では最低総合点数401点が必要な上、数学の最低得点が60%以上である必要がある。総合点数は通常リービングサーティフィケートでは625点満点であるが芸術系など一部の学部コースは ポートフォリオの提出やオーディション、インタビューを受ける必要があり、必要最低点数が625点を超えることもある。例えば2018年のグランジゴーマンの芸術観光学部資格デザイン学科では最低総合点数902点となっている。合否は顔によって毎年8月中旬に発表される。アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、 イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。短期コース、技能実習コースへの入学はダブリン工科大学が直接担当する。日本を含む欧州外の場合、 国際バカロレア、一般教育修了上級レベルなどの受験者で最低入学条件を満たすならば、直接入学できる。ただし、入学を保証するものではなく、優れた試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。それ以外では、1年間のスタンダードファンデーションプログラム及びエクステンデッドファンデーションプログラムを設けている。 最低限アイルツで5.0以上の英語力の場合はスタンダードファンデーションプログラム最低限アイルツで4.5以上5.0以下の英語力の場合はエクステンデッドファンデーションプログラムを受けるアイレッツのほか、トーフルやデュオリンゴイングリッシュテストなど様々な英語力試験も受け入れているダブリン工科大学はダブリン技術学院タラ技術学院 ブランチャーズタウン技術学院が合併された大学のため研究科もそれぞれ保持された。2020年現在の研究科は以下の通り、入学試験ダブリン工科大学大学院への入学はダブリン工科大学が直接担当する。大学院に入学する場合、4年生大学を研究科により一定の区分パで卒業している必要がある。 アイルランドの2.2は65%、2.1は70%、1は80%に相当する。ただし入学は保証するものではなく、定員数に限りがある。アイルランド国家資格フレームワークレベル6の上級、高等サーティフィケートから n f 級レベル10の博士まで様々なコース、学部、研究科がある。また、パートタイムコースも大学及び大学院で提供している。 ダブリン工科大学では研究活動をテーマ別に配置し基礎研究と応用の専門知識を基盤とした研究機関を構築している。環境、エネルギー、健康研究環境、エネルギー、健康研究では温室効果ガスの排出を削減し供給の安定性を高め国の競争力を高めるための政策の開発に重点を置いている。 バイオプロセス技術を調査、適用、最適化し、廃棄物削減や、食料を不足などの世界的な課題に対する、持続可能な解決策を見つけるために取り組んでおり、新しい診断方法や、支援技術だけでなく、健康政策を支えるための報告書も提出している。情報通信、メディア技術研究ブロードバンドトラフィック管理、無線電波、ビッグデータ、機械学習、 人工知能、サイバーセキュリティなどの問題を調査し、現代生活における情報通信技術の幅広い役割を継続的に評価している。文化遺産の応用、スマートシティ開発やサービス、音楽やエンターテインメントなど、消費者のためのより良いサービスや体験を開発するために、情報通信技術を活用している。新素材、新デバイス研究新素材、 新デバイス研究チームは、ヘルスケア、製造、診断、センサー技術、新薬の治療法や製品などの分野で研究を行っている。社会、文化、企業研究コー消費者マーケティング、金融、企業責任、制作開発などの分野を研究しており、データ分析、デジタルプラットフォームなどの分野との関わりを通じ、 技術的なビジネスソリューションをデザインしている。2018年の在校生は約28,500名であった。2019年7月1日に運営を開始した学生自治会は、前身のダブリン技術学院学生自治会、タラ技術学院学生自治会、ブランチャーズタウン技術学院学生自治会の合併として2019年2月に設立された。スポーツクラブは、 グランジゴーマン、たら、ブランチャーズタウンのキャンパスで独自に運営されている。2020年現在、350校以上の大学と学術交流協定を締結している。そのうち、8校は東アジアにある。韓国台湾中国中央出願局の点数記載では H4 に相当する。また、イギリスの A レベルでは C に相当する。ありがとうございます。